中走行ですね。まずプリウスの街中走行のね、レビューしたいと思います。まあ、操作性に関してはね、およそ1キロ先、左方向です。まあ、鼻が長いのは全然気にならないですね。でやっぱり あまり車体が大きくないので非常にね操作しやすいので、まあ、自分が思ったようなね形で車がこう運転されるっていうこんな感じですね。まあ、街中走行今エコモードで走ってますけれども、まあ、大体15キロぐらいですかね、1リットル。まあ、今度はね、今日はこのプリウスを乗り倒して、まあ、走行レビューのですね、インテリアエクステリアのご紹介をしたいと思いますけれども、まあ、この街中走行の後は、まあ、実際に国道、市街走行をして、まあ、そこら辺でのまあレビュー。で、ね、最後には、まあ、次に高速道路のレビューといったような感じですね。で、だいたい燃費がね、今日もちょっと長距離運転するのでどれぐらいの燃費で走り切ることができたか、果たして無給油でですね、自宅まで帰ってこれることができるのかといったようなこともね、いろいろ検証してみたいと思います。およそ1キロ先、渋滞があります。はい、それではね、モードをですね、混んでいない市街地走りますので、モードの方をですね、ノーマルモードに変えてみたいと思います。はい、今ノーマルモードに変わりました。これね、ノーマルモードとかね、パワーモードとスポーツモードとか、エコモード変えるときはね、ちょっとね、左側のこのシフトレバーの下の方にね、上下これ押してやるんじゃなくて、これなんて言うんでしょうね、後で写真をお見せしますけれども、選び方がちょっとね、今までのラブ4とか、ライズとかね、ヤリスクロスとはちょっと違うので、まあ、ただ慣れればね問題ないと思います。今これノーマルモードに変えたので、ちょっとしばらくノーマルモードでね、高速走りまで、行ってみたいと思います。今ウインカーの音がねカッチッカッっていう感じなんですけどね、非常にね、まあいいんじゃないですかね。そんなにノイジーでもないしね。ただピッコピッコとかね、いろいろやっぱり車によって特性が違うんでしょうね。プリウスがそもそもこういう音なのかどうかはよくわからないんですけれども、まあ特にね耳障りが悪いということはないですね。今日はね5月18日の、木曜日、私公休日なんですけれども、まあ引き続きね非常にいい天気。ただ今日は、昨日に続いてまた30度以上ということでですね、私今日はもう半袖で頑張っておりますけれどもね、今からちょっと北の方に向かうんで、少しぐらいは気温が低かったらいいななんて思いながらドライブしてみたいと思います。アクセルもねそんなに踏み込まなくてもスムーズに発進しますね。昨日私カローラクロスを運転したんですけどもね、カローラクロスの場合ね、ブレーキングホールドをしている時にですね、信号が変わって青になって発進する時にちょっとねガクっていうね、そんなような感覚があったんですけども、このプリウスっていうのはそういう感じがないですね。ホールドした後に、踏み込んでもスムーズにフーンっていう風に発進で非常に心地よいですね。まあ別にカローラクロスの方がまあちょっとそれがあるからといってね不快というわけではありません。もね、非常にいいですね。やっぱりエコモードと比べると多少ちょっとね加速の感覚がパワフルかなっていう感じはしますね。まあ、スポーツモードの方はねずっと高速で試す予定ですけども、まあ、スポーツモードはね高速でだいたい直線の長い、まあ、110キロというね、上限の道を走りますので、その時にスポーツモードを試そうと思います。でこのステアリングもね別に柔らかくなく硬くなくね、必ず手にもフィットする感じでね非常に握りやすいですね。市街地ノーマルで走ってますけれども、燃費の方がね先ほどよりね 0.3 キロぐらい良くなったかな。今 16.7 キロ、1リッターあたり 16.7 キロで走ってますね。そんなに大差ないですね。
プリウスってとんでもなくね、燃費がいい車かななんて思ってたりして、非常に期待してたんですけども、どちらかというと燃費に関してはですね、カローラクロスの方が優秀だなっていう感覚がありますね。今そう言ってるうちに1リッターあたり17キロになりました。で、今日はね、満タン後802キロ走れますよっていうね表示が出てました。でね、往復でね800までは走らないんですけれども、まあ多分ね給油をしなくても出発地点まで戻れるんじゃないかなっていう予想ですね。なんと昨日のカローラクロスはね830キロ無給油で来ちゃいましたからね、かなり優秀ですよね。果たしてこのプリウスはそれを凌駕することができるのかっていうところもね、ちょっと気になるところでございますね。はい、ノーマルモードにしてですね、そうですね、これ2キロぐらい走りましたが、突然ね燃費が良くなってきました。今がですね1リットルあたり 18.3km と、これ結構ね良くなってくるな。これは期待できそうですね。それでは次は、高速の入り口でお会いいたしましょう。水ガスがね、山肌から吹き出てますよね。これ来る途中もですね、窓を閉めて走行してくださいって書いてありましたね。すごいねこれ、全部だよ。あれ雪がまだ残ってます。